はい、じゃあカウンセリング始めましょうかね。お願いします、うん、ついさっきね、はい、競馬のね、はい、カウンセリングしたんやけど、その前に、はい、毒屋にやられたんでって言って、うん、またこれカウンセリング終わって、うん、まあ本当はこれ終わるつもりやったんやけど、うん、まあ競馬当てるためには波動を上げなきゃいけないっていうふうに静香ちゃんが言って、はい、で毒屋の話を、まあ、また追加で、はい、することになったんやけど、はい、何があったの？うん、まあ、母親に対してなんですけど、うん、昨日、うん、まあ、私いつも毎日配信で YouTube の話してるじゃないですか、うんうんうん、そこで、うん、この日にカウンセリング行ってきますって言ってるんです、うん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 、でお母さんは私の YouTube を聞いてない体でおるんですけど、まあ聞いとるんですけど、聞いてない体でおるんです、うんうん、でいつもは、うん、私にお使いお願いするとき、うんうん、静か明日行くとか、うん、明日休み、明日行くかなって言うんですけど、うんうん、もう昨日はダイレクトに、うん、静か明日カウンセリング行くんやろ、うんうん、なるほどね、ちょっと買ってきてほしいって言われて、はいはいはい、でまあ実際頼まれたんや。そうですそうです、うん、でここまあそれはそれ言われた時にどういう心理状態になった、はい、心理状態がですね、うん、YouTube 聞いたから知っとったんやろうなってまず思って、うん、第一段階で、うん、でもう2段階目で、うん、もう聞いとるのに、うん、なんかこう悪びれもない感じで過ごして聞いとるので、うん、なんかムカッとしてきて、うんうんうん、で あかん、うん、この悪魔に支配されとる人やからって思おうとしたんですけど、うん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 、お母さんを、うん、恨んでしまいました。ああ、なるほど、はい、なるほど、うんうんうん、じゃあまずね、はい、これ非常にいい、うん、例やと思うんだよね、はい、まあ、これお母さんも聞いてるという、うん、まあ、これもどうやるね、はい、今お母さんが聞いてるという話をしてたんで、うん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 、そのまあ、止めるということはまあできてないという前提で話をしようかね、はい、うん、別にそのお母さんに気を使うわけじゃなくて、うん、静香ちゃんはこれ本当にお母さんが YouTube を聞いてると思ってたの？そうですね、公開カウンセリングは聞いとるかなって思ってたんです、うん、で、まあ、競馬は聞いたり聞いてないじゃないかな、うん、全部聞いてはないかなって思ってたんです、うん、本当に聞いてると思ってた？え、絶対聞いてると思ってたかどうかっていうこと。聞いてるかもしれないと思ってた。もう 100% 聞いてると思ってる、うん、思ってた。意識では 100% 聞いてると思ってました、うん、もし 100% 聞いてると思ってて、やっぱり聞いてたからムカついたのか、うん、はい、あ、やっぱり聞いてたんやみたいな感じで、そしてだんだんムカついてきたのか、うん、だから瞬間的に本当にあれやったら、僕ついこういう言葉が出てしまうんじゃないかなと思うのよ、うん、なんで知ってんのって。あ、そうですそうです、言おうと思ってなぜか飲み込んだんです、うん、っていうか、うん、出なかったわけじゃん。そうですね、飲み込んだんじゃなくって出なかったんじゃない、はい、あ、瞬間的には出なかったですね。そうやろ、はい、ということは、はい、静香ちゃんは、うん、僕は 100% お母さんが、うん、YouTube を聞いてるって思えてなかったんじゃないかなって思うのよ。わかるよね、うん、だってさ、うん、ちょっと無理がない、思えるかね。あ、そうか、うん、言ってることわかる？人間が思えるやろうか、うん、そんなこと思おうとしたんじゃないの？あ、なるほど、うん、言ってること分かるよね、うん、だって親子やんか、うんうんうん、
え、まさかって普通思うじゃない。そうね、そっか。だから多分静香ちゃんは、はい、聞いてるっていうことを自分に言い聞かせてたんだと思う。言い聞かせてたということはどういうことかっていうと、思ってなかったということです。そうなんですね。完全にはね、可能性としては十分考えられるとは思ってたと思うわ、はい、だけど絶対聞いてるっていうふうには思えないもん普通。うーん、そうなんですね。え、普通の人間は思えないじゃん。そうなんだ。いや、そんなことを静香ちゃんが思えるぐらいだったら、はい、もっとお母さんとの関係どうにか改善できてるんじゃないの。ああ、そうなんですね。うん、だって静香ちゃんが、うん、そういうふうにその、うん、事実の否定というものね、うんうんうん、スーザン・フォワードさんの、はい、事実の否定というものをするということ、うん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 、それと普通には思えないよね、うん、ということ。そうか。その事実の否定以前で、はい、人間は、うん、なかなかそんなに思えないよねっていうところが盲点だったんじゃない？なるほど、そうなんですね。だって静香ちゃんって人間なんだから。はい。ね。で、お母さんも人間なんだから聞いてしまってるんでしょ？うん。わかるよね。はい。で、静香ちゃんも人間だから、はい、母親を何パーセントか信じてしまってるんでしょ。なるほど。だってそれって自然じゃん。そっか、自然だよね。だから自分のその自然な、はい、その人としてのその感情、これ感情の問題だよね。だからこれ静香ちゃんもお母さんも、はい、感情がないよね、うん、言ってることわかる、うん、だってさ、これもし聞いてるのがバレたらどうしよう、もう収拾つかないかもしれないっていう恐怖心が普通はお母さんには出てくるはずなんやけど、はい、多分お母さんがこんだけ、ほぼほぼ聞けるということは、そういう感情がないよね。そうですよね、うん、恐怖心がないということわ、うんうん、かるでしょ、はい、うん、で静香ちゃんも、うん、その何て言うかな、こう自分の感情よりもその自分で自己洗脳をかけてるっていうのかな。お母さんは聞いてるんだ、ね、お母さんは聞いてるんだ、ね、いやいや、あなたがもともとどう思ってるから、うん、ね、それを自分に言い聞かせるんですかっていう、その現在地だから、はい、これ目的思考っていうのは、はい、その現在地は分かっとかんといかんのよ。目的思考っていうのは過去に縛られないということであって、現在地は無視していいことは一個もないよ、うん、言ってること分かる、うん、言ってること分かるよねこれね、はい、うん、もうお母さんはもうああいうお母さんやから、もう絶対何があっても聞くやろうっていうのがこれ原因論だよね。うん、いやお母さんは聞かないというねこともありえるとか、うん、過去はどうであれ、うん、というのは目的論なんやけど、目的論の一つ怖いところは、うん、はい、現在地というものを見失った自己暗示になりやすいっていうこと、うん、そうなんですね。言ってること分かるやろ。あ、完全に今の私ってことですね、うんうん、目的地だけ設定すると、うん、それ単純に自己洗脳やで、うん、なるほど、うん、過去にとらわれるのも、過去がこうだからこうなんだっていうのも自己洗脳やし、未来だけ決めてしまうのも現在地を分からずに、もうそれも自己洗脳なんで、これ原因論とか目的論の前に自己洗脳論を使ってしまってると思うよ。うん、これね、
アドラーが天才だと言っても、はい、これ目的論が正しいんではないんよね、うん、目的論を使った方が解決をしやすいけど、うんうんうん、まあ僕なりに思うのはちょっと癒しがほとんどできないなっていうこと、うんうんうん、だから原因論で癒しをして、うんうん、目的論でその解決をするというバランスが必要なんだろうなって、これスーザン・フォワードさんも同じようなこと言ってるよね、うん、うん、あの例えば過去のトラウマに、うん、今の最新の心理学っていうのはほとんどそこには目を向けずに、うん、その現在の、うん、まあ、またこれそれもまた偏ってるよね、うん、今のそのなんていうかな、こうアメリカなんかで今一番その流行ってるのが支持療法って言ってね、はい、これコフートっていう人がおるんやけど、はい、まあ、現代の天才って言われてるんやけど、うん、まあ、さすがに、まあ、まあコフートさんってすごい人なんやけど、うん、フロイトとかアドラーとはまたちょっと、まあ、次元はね、はい、まあ、失礼なんだけど、はい、違うって、ああいう大天才ではないんやね、うん、アドラーとかフロイトでも大天才やわ、うん、ユング、はい、この 3,、はい、3人は、うん、でコフートっていうのはまあ現代の天才って言われてて、うん、まあアメリカでも一番なんていうかな、こうお客さんが多いカウンセラー、はい、うん、これはまあ日本ではね、いろんな人がまああれだけど、はい、割と有名な人で和田秀樹さんっておるじゃん、はい、あの、はい、コロナうつかな、あの人が、はい、割とそのコフートさんという人を支持してて、はい、まあ、あの人のそのカウンセリング法をその紹介してる本もあるんやけど、はい、別に読まなくていいんやけど、はい、コフートさんの場合はまあ簡単に言うとね、はい、もう現在の癒しにも専念するよ。なるほど。うん、まあ簡単に言ったらフロイト、大雑把に言うとよ、はい、フロイトはもう過去の原因にもうど集中、はい、うんうん、アドラーは未来の目的にど集中、はい、そしてコフトっていう人が現在の癒しにど集中、はい、なるほど、ね、これね、ただこれは本とかで極端に言ってるだけで、はいはい、まあ、その流派を言うことで、はい、僕は多分、うん、それぞれの人が、うんうん、まあ、僕がまあその20年以上カウンセリングをしてて思うことは、そういうふうな、なんていうかな、方程式通りにはできないよね、わ、うん、かる、言ってること、はい、うん、だからそれの、うん、その組み合わせ、はい、時によっては今日は癒し、うんうん、今日はちょっと過去のこと、はい、あ、今日はなんかちょっと調子良さそうやから、うん、ちょっと未来の方にっていう感じ、うんうん、はい、うん、僕は多分日本人にはそれが合ってるんじゃないかなって思う、うん、はい、うんうん、やっぱりなんていうかな、外国人と日本人ってちょっと違うんで、うん、心理学っていうのは、うん、そのカウンセリングっていうのは、その日本はもうものすごい後進国なんで、やっぱり日本人に合わせるってなってくると、やっぱアレンジする必要があると思うんで、うん、やっぱりその3つを、やっぱり過去のことを考えたい時もあるやん、人間って。そうですね、一緒にカウンセラーと、はい、で今の時、うん、今のことを話したいこともあるし、うんうん、まあ一番なかなか気が向かないのは未来のことやと思うから、うんうんうん、分かるよね、うん、これただ一番大事なのは、これカーナビと一緒で、はい、ね、現在地と今の自分っていうのが一番大事やで、はい、癒しは関係なしに、うん、事実を認めるということが、うんうん、しんどい時もあるのかもしれんけど、僕は事実を認める、事実から目をそらさないって僕いつも言ってるやんか、はい、ね、事実から目をそらさないっていうことを、うん、はい、やっぱり今回ちょっともうはっきり言ってほぼほぼ証拠がこれで出たわけよ、はい、まあ、
僕が多分あお母さん多分聞いてるよって言ってた、はい、うんうん、だから多分静香ちゃんは自分で聞いてるはずや、そうなんや、うんうん、聞いてるんや、なるほど、ムカつくわクソって思って自己暗示をかけてたと思うのよね、はい、僕の言ってるのはそういう意味じゃなくって、うん、あの仮説ということ、うん、今までは、はい、で今日でもまだ本人が証言してないんやから仮説なんやけど、うん、かなり確率の高い仮説になったっていうことね、うん、言ってることわかる、はい、でこれで今静香ちゃんの顔の表情を見てると、はい、この仮説が正しい可能性、うん、確率が上がったというのに、うん、はい、顔の表情があんまり変わってない、へー、ということは、はい、何がやばいかっていうことを後半では話しましょうか、ね、はい、うん、したら前半これで終わり、はい、ありがとうございました、うん、はい。